はい、皆さんこんにちは、石川でございます。今回は福井県の常神半島にある青の洞窟と本神島にもちょっとだけ上陸してきました。今回エントリーしたのは巫女海水浴場で、駐車場に車を止めると集金の人が出てくるので、その人に駐車料金を支払います。僕が行った時は2000円の支払いでした。ここはサポを洗う水道やトイレが利用可能になっていて、で、別料金にはなるんですけど、コインシャワーも利用することができます。めっちゃ綺麗やね。すごい、網とか見えて面白いね。あ、あれが島か、正面に見えてるのが。多分そうだね。だからあの谷になってるところが青の洞窟でって感じなんだろうね、きっと。すごい、下まで見える、綺麗。こういう綺麗なところだと海サップもいいなって思うんですよね。ありました。こっちからも行けるんじゃない。あ、ここくぐれるから、これのことじゃないの。伊豆とかすごい綺麗な写真インスタでよく見るけどさ、まあ、伊豆は遠いなと思ってたけど、まあ、ここならギリ来れるかなって言ってるんだね。伊豆行くんだったらもう完全に泊まりじゃないと思うね。え、うん、こっちだったら名古屋からでもまあ日帰りで行けるんで。小魚いる。この辺この辺、小魚。これで、僕らあっちの階段なんで、はい、お疲れ様でした。またね。ありがとうございました。またね。
はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。ご覧の通りとにかく海が綺麗でシュノーケリングも楽しめるのでおすすめのスポットです。でただちょっと風が強かったので、大神島を一周できなかったのと、後日また行ったんですけどその時も風が強くって逆に余計少し危なかったので、まあ、ここに限った話ではないんですけど経験豊富な人と一緒に、天候特に風には十分注意して穏やかな日に行くようにしてください。今回の動画良かったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。